それでは高専入試に向けての英語の復習ということで、まず1つ目、接続詞の後は何が続くっていう質問、これ説明できる人なかなかいないと思うんだけど、まず接続詞っていうのは2種類あります。獣医接続詞っていう接続詞と、遠い接続詞っていう接続詞。この10位とか遠いっていうのは覚えなくていいんだけど、とりあえず2種類あるよっていうことは気をつけてください。で、この遠い接続詞っていうのは一番簡単で、同じものをつなぐよっていう役割の接続詞です。例えば、AND とか OR とか BAD っていう仲間があります。 こういうふうに、名詞名詞、動詞動詞、主語主語っていう関係のことを同格って言ったりします。同じ品詞だったり、同じ性質を持つ単語同士の関係のことを同格って言うんだけど、キャラ g ーク、ア n t a ン d wish 動詞動詞。で、u and I 主語と主語。この人たちが行くっていうふうに、同じ仲間の言葉をつなぐよっていうのが、遠い接続詞。 今回特に注目してほしいのはこっち側獣医接続詞って言ってここめっちゃ重要です接続詞の後は主語と動詞を必ずセットで使うそしてこれを塊で見るってことがめっちゃ重要ですすなわちこれを塊として見ることで長文をね英文読む時にあここからここまで塊で複詞化名詞になるよねって意識することで長文の読むスピードが速くなるんですよねなので次からは接続詞プラス主語動詞っていうのが来たら塊で複詞化名詞っていう風に見てください 中学校の範囲では、この副詞と名詞になる種類っていうのは決まってて、だいたい when、because は副詞だし、that、これね、実は接続詞なんですよ。that が来たら名詞っていうふうに見てください。じゃあ、どうやって見るかっていうと、when I go、when I go、私が行ったとき、私が行くとき、あなたはついていた。 みたいな感じで、ここ、塊が副詞になって、文章全体を修飾している。名詞以外を修飾しているから、塊で副詞だし、ここもね、塊で副詞って見てほしいんです。あなたが欲しているので、私は買いました。あなたが欲しているので、私は買いました。っていうふうに、ここが塊で文章全体を修飾している。なので、塊で副詞になっているよ。というふうに見ることができます。ラストはこれ簡単なんだけど、ザッと SV、ザッと主語動詞ってなってるから、もちろんこれもね、接続詞なんですね。 ざっとが接続詞ってちょっと気持ち悪いかもしれないけど実はこれ接続詞で接続詞主語動詞接続詞主語動詞全部この規則にとって書かれているんですじゃあこれどうやって名詞としてみるかっていうとあなたが知っているということを私はそう思っている前から訳すと私は思っています考えていますあなたが知っているということを私は考えていますというふうにここが塊で名詞というふうに考えることができるんですね以上のように接続詞は2種類あるよ 1>, 1種類目はこういうふうに同じ性質のものをつなぎ合わせる役割接着剤みたいな役割もう一つが主語と動詞とセットに使うことで塊で副し文章全体を修飾するようなお飾りみたいな役割あともう一つが塊で名詞になって動詞の後に来るよという役割この2種類あるということを押さえておいてください以上です それでは2つ目、助動詞についてまとめておきましょう。中学校でまず覚えておいてほしいのは、Can, Will, Must, Shall, May。で、それぞれの意味が、Can できる、Will するつもりだ、Must しなければいけない、May かもしれない。Shall はね、高校の範囲なんで、元気はね、元々の意味は知らなくて大丈夫です。で、緑のところが会話表現なんですけど、Can I で許可、空中で依頼、Will You で依頼、宇宙ライクで勧誘したいですかっていう、u j u w a n t t o d o と同じ意味ですね。あ、d o You want to do と同じ意味ですね。で、MustNot が禁止になるんですね。これ気をつけないといけなくて、しなくてもいいって言いたければ、Don't have to ですよね。でこれちょっとと気をつけけないといけ ませんよねドンとハフトゥでしなくても良いなんだけどマストノットは禁止してはいけないになるので気をつけましょうでシャルで会話表現使いたければシャルウィーとシャルワイ勧誘と申し出シャルワイで何々しましょうかって困ってる人に対して話しかけるイメージを持っておくとかなり分かりやすいかなって思いますでこれねよく大イ2のね会話表現でよく出てるイメージがあるので気をつけておきましょうでメイがメイその,そのものにね許可の意味があるんだけどキャンより少し丁寧な許可何々してもいいですかという表現になるので押さえておきましょう助動詞に関しての基本事項は以上です はいそれでは3つ目の話題「まあ、do」っていう原型同士を「to do」不定詞に変えることで、まあ、不定詞になってどういう話になるかっていうとこれ長文でいきなり出てきた時に、まあ、どれでで訳せばいいか分かんないかかなすよね塾とかちょっとね踏み込んだことを教えてくれる中学校の先生に習ってる人は「副詞的用法」「形容詞的用法」「名詞的用法」っていうふうに習ってると思うけどこのね「ね不定」って書いてる通りどの意味で訳すか定まってないんですよね。 じゃあどうううやっっててて見分分けければいいいいののかっていうのを今説明しようと思いますす、まあ、大きく分けて3種類です副詞的用法するためにすなわちするためにで副詞的用法なんで名詞以外を修飾するような役になりますで形容詞っていうのは文法用語で形容詞名詞を修飾する言葉なのでするための要するにここに名詞が続くような日本語で訳しますで名詞っていうのはこいつが塊で名詞になるからすることすなわちこの不定詞っていうのが塊で副詞になるのか形容詞になるのか名詞になるのかという話なんですね 動詞詞が他の、ね、品詞にすするわけですじゃあこの3つの訳し方どうやって見分ければいいのかっていうことをお話しする前にそれぞれの例文を見ておきましょう。副詞的用法のするためには愛 s h to go t 中国中ハワイ i って書いてあるんですね。ハワイイここがアクセントですよね。ハワイイでこのね to go っていうのが行くために勉強するっていうふうな役になりますよね。私は英語を勉強しています。ハワイに行くためにっていうふうになってるんですけど行くために勉強している。 という関係になっているから、動詞を修飾している。名詞以外の言葉を修飾しているから、副詞用法。次、この青い例文を見てみると、to drink something, to visit places というふうに直前の名詞を修飾していますよね。じゃあ見ていきましょう。I want something to drink. 私は飲み物が欲しいです。次、There are places to visit in Japan. 日本には訪れるべき場所がありますというふうに書いていますよね。これはね、直前の名詞を修飾している形になります。飲むべき何かの名詞ですよね。 訪れるべき場所名刺ですよねということで名詞を就職しているので形容詞というふうにわかります。でラストは塊でなること医者になることを欲している塊で名詞になっているのでことという塊で名詞になっているので名詞的用法というふうに判断できるんですけど今回はこれの例文これの例文これの例文ってわかってるからちょっと谷にさん訳せるんじゃないんですかっていうねちょっと反論が聞こえそうなんでじゃあどうやって判断できるのかいきなりこれが、ね、長文で出てくるわけですよ。 でご丁寧に長文の問題にこれは副詞的用法ですとか書いてるわけないじゃないですかじゃあこの to do がどうやってこのね名詞なのか形容詞的なのか形容詞的用法なのか副詞的用法なのかって見分けるかっていうと位置に関係してます見てください文章が一旦終わってこ完全文っていうんですけど一旦文章が終わった後に to do が来てる場合は副詞的用法の可能性が高いですで規則を見ていきましょう形容詞的用法を見てみると名詞があってで就職したい名詞の直後に 不定詞がある場合は直前の名詞を次、名詞的用法はもちろん塊で名詞になるわけだから「I play サッカー」とか「I study ます」みたいな感じで動詞の直後に来るわけだからね「だから勉強する」「な英語」「な何かっていうと「欲しいです」「ゲーム」が。でここに名詞が来るわけですから動詞の後に来ていれば名詞的用法の可能性が高い。 ではもう1回おさらいすると、文章がここで完全に完結してて意味が通る状態で to do が来てる場合は副詞的用法すなわちここをハサミでカットしたとしても意味が通じるよって時は副詞的用法の可能性が高い次直前に名詞がある場合でこういうふうに就職して意味が通る場合は形容詞的用法直前に名詞があるっていうところがポイントですラスト動詞の後にあれば名詞的用法の可能性が高い ここがめっちゃ重要ですすもう一回言っておきます不定詞は大きく分けて3種類です。不定詞の何が難しいかっていうと定まってない。長文でいきなり出てきたときにどれで訳せばいいか分かりません。副詞が名詞以外を修飾して形容詞が名詞を修飾している。難しいです。じゃあポイントは例文をまず1文だけ用意して頭の中に入れておきましょう。でそれぞれ例文を言えるようにした上でじゃあ1で決まるよと。ToDo の1でこのね赤か水色か緑かが決まるよってことで完全文の後ろ。意味が通る文章の後ろ。そして名詞の後ろ。 動詞の後ということで判断してみてくださいということで不定詞については以上です高専塾高専チャンネル年間の優勝サービス一覧そろそろ高専入試シーズンがスタートしますので紹介していきたいと思いますまず最初は7月から1ヶ月ごとに開催予定の高専入試のリハーサルもし高専合格にググッと近づけます7月半ばから9月まで開催予定高専入試対策の夏季講習ぜひとも通われている塾とセットでご利用ください8月から高専入試まで開催高専入試対策 長期映像講座かなり強力な高専合格のためのコンテンツです。年末年始ごろ開催予定、高専入試対策、冬季映像講座、こちらもかなりボリューミーで合格へのラストスパートを担保してくれます。12月ごろ開催予定、高専推薦入試対策講座、個別対応になりますので、推薦入試対策には持ってこいです。秋ごろ発売、高専一般入試対策、問題集、高専入試の傾向にのっとった問題集です。高専合格者限定の予習講座も2月ごろ販売予定です。在 向けにも数学の予習・復習講座、数学の教科書の PDF データ、こちらは一年中通して販売しております。ぜひともお見逃しなく、チャンネルの動画の更新をお見逃しなく PDCA スクール Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.